ないんです。地域ごとに大会はありますけど、これは全国大会として甲子園みたいな春の大会、あるいは夏の大会というような非常に国民とメディアとそして選手たちが一体となった本当に野球になってもらいたいなということが私の台湾に対する野球の望みです。まあ、関係者の方もそういうことも望んでいる方だと思います。ただしあくまでも国が補助するということはやめて、自助力、自分たちの力でまずはやっていくと。まあ、確かに日本の甲子園は甲子園に代表になったチームには旅費という援助を与えます。あるいは宿泊代も与えます。出発した人たちから大会が終わるのでということはやっております。しかしこれは国じゃなくて甲子園独特の組織が入場料を持ってやってるということなんです。あんまりそういう援助に頼らないで、まずは自分たちの力で大会を盛り上げていくと。そしてお願いしたいのは、指導者にお願いしたいのは、勝ち負けだととても感情的になります。しかしあくまでも子供を育てているんだというつもりで野球の指導者は考えてほしいなということです。答えになってますか？谢谢蔡副校长帮我拿耳机。好，那个。